昨日から掘り上げ作業を行っている三尺バナナなんですが、ここは前にも説明したことがあるんですが、ここの庭を作るときに造園屋さんが水はけを良くするためにということで砂利をたくさん入れた場所なんですね。それで前にあれこれ植えた時にだいぶ取り除いてはおいたんですが、それでもまだたくさん砂利が出てきます。土はこの口径30センチメートルの不織布ポットで1ダースほど掘り上げた感じになります。だいたいそちらに用意してある口径40センチ深さ40センチの陶水ポットに無理やり押し込める準備ができたところなんですが、これだけの海景を持っていて地上にも水面が出てきていないし、下から覗いても横から覗いても水面を確認できないので嫌な予感が走ったので、これは水芽の一本見つけるまで土落とさなきゃと思いまして、この辺りを今手で土をのけていたんですが、やっと一本これですね、これ確認できました。これだけの大きさの三尺になったら水芽は最低5本ぐらい確認できておかしくないんですがね、これはちょっと変わってる三尺バナナ苗のような気がしますね。さてこれからこれを陶水ポットに収める作業をしてみます。